マッスル。はい、ルースと言いましての菅原です。近藤です。重信亮太です。曽山博彦です。よろしくお願いします。マッスル。僕たちはこう呼ばれたんだよね。君たちはなんか聞いてるの？僕は何も知らない。今日カラーしてほしいな。それは筋肉にいいのかな？いや、めちゃくちゃいいですね。やっぱ筋肉には。ならやろう。君は今日はどんな色にしたいのかね。紫で。紫筋肉。どれぐらいの明るさなのですか？暗めぐらいで。まっすぐ。紫の色。評価されると思うんですけど、紫の色におすすめしたい人ってどんな人かなっていう。そうですね、初めてカラーされる方とかハイトーンにされるっていう時、結構こう勇気いると思うんですよね。ブリーチするとか。なるほど。そういう時にやっぱり一度ブラウンとかする前に寒色系、青とか紫とかしてあげることで綺麗にこう色も楽しめますし、初カラーとしても結構こうおすすめかなって。なるほど。あ、伊勢山君帰ってきました。皆さん、帰ってきました。すごい毎日助かってます、本当に。あらましてんから、ちょっと学ばして。すがちゃん、結構なかなか YouTube に出れないっていう形だったんで、すがちゃんのちょっと自己紹介、ちょっとしてほしいなと思うんですけど、部活してた部活とかあります？サッカーですね。あ、サッカー。ポジションのキーパーですよね。キーパー。出身はどちらですかね？宮城県です。おー、ずんだ。宮城県はなんで宮城県に生まれようと思ったんですか？絡まりすぎてできないんですよ。やー、やめてよ父さん。やっと使える。エヴァンゲリオン初号機パイロット怒り真司です。怒りさん、得意なものもないとかちょっと披露していただけることできますかね？あ、待ってねえか。はい、どうですかこの色。近くで見るとこんな感じです。またこうね、暗いところと明るいところで色が変わります。暗いところで結構暗めに見えるんですけどね、明るいところだとこれくらい紫になります。一回じゃあ電気消してもらいましょうか。消しましょうか。暗いところやとちょっと紫強くなりますね、明るいところやとちょっと青みが、透明感も出て、いい色ですね。で、名付けるとしたらエヴァンゲリオン初号機カラーでいきましょう。なるほど。はい、いかがだったでしょうか。こう3人に染めてもらったんですけど、すごい綺麗な色になったんですけど。いえ、なんの。あれ、さっきまで塗られてた方ですか？いいえ、僕たちは筋肉の妖精マッスル三人衆。はい、ということで本当にまたカラーしたかったらルースと今時点で待ってるのでよろしくお願いします。みんなお待ちしてマッスル。この動画がいいなと思ったらグッドボタン、チャンネル登録お願いしまする。次回の動画も見てください。サイドチェスト。